ちょっと待った。あ、ぜひ名前を教えてほしい。ああ、埼玉だけど。弟子にしていただきたい。あ、うん。実は4年前、俺は15の頃まで生身の人間でした。人の話を聞かないやつだな。こんなしみったれた世の中でも、家族と共に平穏に、まあまあ幸せな毎日を送っていました。しかしある日、暴走し頭のいかれたサイボーグが、俺たちの街を襲ってきたんです。暴走サイボーグ。おそらく身体改造に失敗して、脳に異常が発生したのでしょう。奴は全てを破壊し尽くしていきました。公園、学校、ビル群、俺の家、そして、俺の家族の命までも。奇跡的に生き残った俺は、当時まだ15歳で弱く、廃墟の街でたった一人、力尽きる寸前でした。そこに偶然通りかかったのが、クセイの博士。クセイの博士は、街を襲った暴走サイボーグの強行を止めるため旅を続けている、正義の科学者でした。そこで俺が、クセイの博士に頼み込み、身体改造手術をしてもらったんです。そして俺は、正義のサイボーグとして生まれ変わり、いつかあの暴走サイボーグを破壊することを、クセイの博士と約束したのです。なるほど。あれから4年の月日が経ち、19歳になった俺は悪を排除しながら町から町へと旅を続けていました。これまで倒した怪物や悪の組織は数知れず。しかし、例の暴走サイボーグにつながる手がかりは全くつかめず、苛立ちと焦りの日々を過ごしていました。いつからか俺は暴走サイボーグの虚像を追いかけて悪と対峙していたのです。そして1週間前、あの蚊の化け物が現れた時、俺は完全に油断していました。もはやあの暴走サイボーグ以外には負けるわけがないと思い込み、敵のデータ分析もせずに、ただ正面から攻撃を開始していました。結果はご存知の通り、底力を見せた化け物に返り討ちにされ、埼玉先生がたまたま通りかからなかったら、確実に破壊されていました。俺は埼玉先生に命を救われたのです。クセイの博士に一度救われたこの命、埼玉先生に再び救済されたことによって、さらに重く責任の増したものになりました。こうなったら何としても、暴走サイボーグを破壊するまで死ぬわけにいかない。そのためには、再び奴が俺の前に現れるまで、正義のサイボーグとして悪と戦い続けなければならない。強くならなければならない。先週、埼玉先生の一撃を見た時、俺はこの人の下で学ぶしかないと思いました。俺もこれほど強くなれたら、埼玉先生、俺には倒さなければならない宿敵がいるんです。これは俺一人の戦いじゃない。俺の故郷やクセイの博士の思いも背負っているんです。自分が未熟なのは分かっている。しかし今は何としても巨悪を粉砕する強大な力が必要なのです。クセイの博士は俺に。バカ野郎、20時以内で完結にまとめやがれ。